見事 M1 でいい成績を残してくれたニューヨークです。だってカープが好きなんだもん。ジャパニーズレッドモンスターに殺到、運べスタンドを届けて感動、真っ赤な情熱注いで勝つ、覚悟も勝つも全部アトバッソ。さあ、いやもう本当に、はい、ありがとうございます。よかったね。いやー、嬉しいです。本当によかったね、本当に。いやー、よかったっす。もう泣いたもん。マジっすか。いや、嬉しい。それ聞いてもう泣きそうっすわ、今。いやー、もう本当。いやー、嬉しい。いやー、本当ですね。いろんな。よくあるじゃん、苦労したなとか、そういう言葉ではないじゃん、はいはい。苦労なんてしてないじゃん、お二人は。いやいや、いやそんなことないですよ。自分たちの中でいろいろありました、本当に。うん、いろいろあったけど、うん、苦労してましたなんて言いたくないじゃん。まあそうですね。そうですね。はい、だから苦労してないじゃん、一つも。苦労なんてしてないですよ。ね、はい。ちょろかったね、今回は。ちょろかったです。なるほど、そうですね。うん。いや、嬉しいです、マジで。あ、リアルタイムで見てくれてました。当たり前でしょうが。そうですね、そうですね。そうですね。当たり前でしょうが。嬉しい。あ、いや、録画とか仕事の都合でね、あの、こともあるんかなと思って。いや、そうですね。リアルタイムで。どうでした？いやでも意外と楽しくリラックスしてできた感じです、うん、それが良かったですね。ああ、うん、はい、それが今回の成績につながった。はい、いやー良かった、本当に良かったです、本当に。もうどう良かった？まあでも、はい、本当に苦渋も良かった、正直。やっぱその運の要素もあるんですけど、やっぱりどうしてもトップっていうのはやりづらいからね。やりづらいですね、はい、3番目ぐらいまでがやりづらいって言われてとは思ってた。そうですね、4からがいいって言われてますね。じゃあそこじゃなかったからね。そうそう、はい、うん、まあ苦渋にも恵まれたって。恵まれましたね。恵まれました。じゃあもういよいよやっぱり2020年っていうのは、うん、お二人の年だって言っても過言ではないってことですね。そうですね、はい、はい、いやだからもう夢が膨らんでます、今本当にほやほやなんで。うん、聞きたいですね、いろいろ。そのバーンってこう行った直後の、うん、どういう生活をされてるんですか？はい、いや、渡すなんて売れたなんてもう、あ、なんですよ。急な質問だ。いやいや、めちゃイケとゴールで、いやいや、めちゃイケさんには、まあ、いましたし、で、そのフジテレビっていうこともあって、月9の方でちょっとね、そうですよね、米倉さんのやつ。そうそう、あと米倉さんともちょっとまあ、こうキスシーンみたいな。いや、すっごい憧れ。それすごい。あるキスシーンとか。ないないないですよ。最近キスしたとかした？キスとかした？プライベートプライベートプライベートは最近たまにしますよ。してんの？はい、キスしますよ、それ。嘘。はい、ええー、なぁ。だけどさ、正直な話、今、モテるでしょ。いや、優勝する前は全然でしたけど、うん、これからだからモテたいですね。優勝する前、でも優勝したらね、はい、優勝したっていう体でもいいんだね、じゃあ。いや、そうや、いつ確認してんの。いや、だからもういいね、じゃあもう優勝でね。優勝しましたよ。優勝でいいの、ファイナルを超えて優勝でいいんだね。はい、はい。どこをマークしてたの、じゃあ。敗者復活っすよ。敗者復活がやっぱり、はい、9組のうちはどこを一応こう、末広がりずさんです。どうなるか読めなかった。逆に怖かった。末広がりずさんが。でも、末広がりさんがこう意外にやや受けだった。言うな、そんなこと。演技でもね。いや、最低よ、お前、それは。それは若いよ。でも、やや受けだったな。いやいや、やめましょう。そんなんやめましょう。それは。うん。あれ、助かった。助かりました。怖かったです、正直。うん、ああ、俺はでもね、本当、見取り図との一騎打ちだと思ったからね。はい、ああ、うん。見取り図さんもすごかったですね。うん。はい。みんなすごかったですね。緊張してきちゃった。本番のこと考えたら緊張してきちゃいました。そうだな、本番のこと ちゃんと言っとこう。前だからね。前だから。というくらい見とるんですね。末広がりさん大爆発してる可能性あるんで。あるんでね。まあ、これ一応前だから。前です。すみません、ごめんなさい。まあ、一応年末どっかだから、どんな年でした？じゃあ2019年は。2019年、でも本当 YouTube 僕らもやりだして。のが今年からなんですよ。え、あれ今年からなの？そうです。1月、2月ぐらいからやりだして。で、何、シャープいくつ？もう毎日です。ええー、毎日っす。マジ毎日？マジ毎日。
あれ何本撮りしてるのじゃん。でも今日はほんま9本ぐらい撮ってますよね。そう、9か10。9か10ぐらい。9か10。はい。はい、だ編集が大変なんですよ。僕らなんて別にただやるだけなんで、うんうん、あれですけど、その編集する人が今ツイッターとかで募集して、うん、もうあのボランティアでやってくれる人って言ったらもう結構応募来るんですよ今。そうなんだ。今だから大学、普通の大学生の子とかでも編集できたり、うん、あとバラエティ番組の AD さんがもう今働き方改革で昔みたいに忙しくないんですよ。そう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 。だから意外と AD さんがこうやってくれてたりとか。するんですよ。え、じゃああちらにあのあもちろん主要のスタッフさんは3人いらっしゃって、うん、あの3人がもう、うん、あの作家さんで SNS で、あれあれあれすみません、 SNS で来た人、いやいやあのそんな最新じゃないですよ、過去の、うん、あの仕事で、あその時の作家さんです。あはい、はい、一緒にそうなんだ、一緒にラジオ1年間やらしょ、はい、はあ3人作家がいて、だからまあ10本撮りとかだったら担当を変えるってこと。そうですね。で、はい、そのあの作家さんたちがこうディレクターさんにこう素材を分けて編集してもらってチェックしてみたいな。ガンジさん、俺らもそうしないといけないね、もうね。じゃないと、年間30が精一杯は。それはすごいな。SNS でスタッフを募集してるんだ。でも結構若手が今年ガッて YouTube 始め、みんな結構始め出したんですよ、若手の芸人、うんうんうん。みんな結構募集して、うん、そういう方多いですよ。そしたら僕らの手法が結構流行ってますよ。はい。例えば今何どれぐらいやってる人たち？もうほぼ全員やってると思います。ちょっと待って、ほぼ全員っていうのは、はい、どう同期ぐらいかっていうこと？それとももうとにかく末端までほぼ全員ってこと？ほぼ全員言い過ぎたか、でも。それは1年目とかの子は、まあ、自力でやるしかないんですけど、うん、まあだからそれこそ霜降りチャンピオンの霜降り明星とか、うん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 、あの辺、まあ、見取り図さんもそうですし、うん、GAG さん、それこそ前キングオブコントの GAG さんとかも、うん、ジェラードンさんとかネルソンさんとか、うん、結構名だたる若手は。でさ、はい、正直みんな同じ頻度で上げてる？あ、いや僕らほど毎日上げてる人はあんまいないですね。あ、でもニューヨークが一番上げてる方だと毎日上げようと。結構多分結構あんまいないですか。マジでカジサックさんか僕らと毎日あとジャルジャルさん、あとジャルジャルさん、はい、ネタをはあ。あのチャンネル登録者っていうのは、はい、どんな感じになってる？もうあと2000人くらいで4万人みたいな。はい、すごいじゃん。いやマジででもコツコツっすよ本当に。大バズりみたいな一回もないですもんね。やっぱりその大バズりを狙いに行くわけ。ちょっと俺もいろいろ聞きたいね。いや僕らもう最初狙ってたんですけど、嶋佐がなんか、うん、あの米津玄師さんの歌、たけしさんのモノマネで歌うとかいろいろやったんですけど、米津玄師さんの歌を歌うとバズるって聞いてバズるって、もうあれさえ歌うときはみんなバズるって聞いたから、普通の歌の恥ずかしい、ちょっとたけしさんのモノマネ、たけしさんのモノマネやって、でもそれでもなんか3000回みたいな、全然あれみたいな、そんな感じですよ、スタートで。逆に誰にも伝わらんやろうけど俺らは面白いみたいなことやると意外とそれがちょっと伸びたりしたんで、うん、あ、でもそんな予選でええんやみたいな感じで今はもう割と好きにやってますね。なるほど。いや俺もね、何話か見たのよ。あ、本当ですか？あ、マジですか？あ、いや、ありがとうございます。あの吉本最強は誰だ、はい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 、そういうのも見たり、はい、あと何見たかな最近も。結構あれ見るとさ、一、はい、回見るとおすすめで出てくるじゃん。ぴょんぴょん出だすじゃん、はいはい、だからそうなるとそれちょっと気になって見たりするんだけど。いや、ありがとうございます、まあ、最後まではちょっと見れない、眠くなるから。まあ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 、まあ、見てほしいですけどね。わざわざ言わなくていい絶対に。でまあまあまあ、そう、まあまあまあ、俺の悪いとこが出てるかもしれないけど。え、山本さんはそもそも YouTube 見るんですか？見る。最近やっぱり特にやっぱりこの3年ぐらい見るようになって、なんかそうなんですね。でもそんなもんでしょ。え、何見るんですか？いや、カジサックとかも普通に見るし、ああ、カジサックさん。で、俺の場合は YouTuber のチャンネルじゃないけど、まあプロ野球のこととかあるとか、あとはなんか釣り物とか、ああ、釣りの YouTuber さんもすごいですもん、ね。あとは、ヒロシのキャンプみたいな、ちょっと、ああ、キャンプすごいっすね、ヒロシさん。いや、だからそれが一番いいっぽいですけどね、その、何かに特化して、だからこのカープとかめっちゃいいんじゃないですか。うん、いや、だけどカープに特化してるけど、はい、カープじゃない話してんじゃん、もう。そう。まずそれなんですよ。いや、だから僕だから俺はユニフォームだけ着させて、こんな
を申し上げない。申し上げない。本物読んだ方がいいですよ、僕と選手の好きな。いいんだって、だからもうこれは。いいですか、いいですか。たまにはっていうこと。たまにはじゃないもん、だってもう名前が屋敷と市長さん。いや、それで全く面白くないじゃないですか。僕らの、いいの大丈夫、心配っすよ。心配、いいの。これがもしかしたら逆療法でバズるかもしれないから。なるほど。でも、わかりました。わかんないなりました、もう。テレビに憧れて芸人になってるんで。うん、でも今のからちょっとちゃうやないですか。そうちょっとちゃうやないですか。ニューヨークはまだテレビに憧れてテレビでなんとか言ってやろう世代。テレビしか見てない。だから芸人になったらお金持ちになって女の人モテると思ってました、うん、そうだよね、はい、俺らなんてもう、いやもう最たるもんだから、はいはい、でだからテレビに出るために、はい、吉本に入ったのに、はい、劇場でスケジュールを取られるなんてって蹴ってたんだああテレビに出るスケジュールを入れてくれっつってそれこそ入った5年目とか言ってたの。へぇ25ぐらい。今はもう全然もう本当に目立ちたいとか金持ちになりたい人はあんま芸人になってなくて、うん、本当にお笑い好きなやつだけ芸人になるんですよ。いやもうそれはね、だからよくないんですよ。営業行きたいとか言うんですよ夢が。え営業行くのが夢みたいな。営業っていうのはその漫才で営業、漫才であのイオンとか、うん、学祭とかああいうのが夢みたいな。ね、でもいやニューヨークはどうですか。いや俺らはだめちゃイケとかそれこそほんまコントやりたいとかテレビで。だから今とにかく金が欲しいっす。まとまった金が。そしたらそこそれさらにはまたもう、うん、自分で何かできるんじゃないかとか、うん、はい、頑張ってさ、はい、まとまった金作ろうよ。いくら欲しいの月。だからこれも悲しい話というか、なんかもうこういろいろこうこんま10年くらいやってって今のご時世見ていろいろこう風の噂とかで、うん、ま、奥はまあ無理だなという年、ねね、うんうん、プレイヤーにはもうなれないのかって普通にやっても梶さんくだけで、いやそう、8000万だよ、マジで。だから8000万はちょっと前でしょ。だから梶さんだからその YouTube ドリーム夢あるな、 YouTube そう考えたら。今回もだってね、M1 の結果次第でまた、ね、劇場単位が上がって、うん、はい、営業増えて、うん、ニューヨークの、はい、ホニャララっていう番組がなんとかニューヨーク、ああ、はい、ね、なるほど、なるじゃないですか、はい、確かに冠番組でもね、東京ニューヨークみたいなのもあるわけでしょ。ダサいな。東京ローク、東京ニューヨーク、東京 MX、 東京 MX でやる、東京ニューヨーク、東京ニューヨーク、やばいっす。するわけだから、はい、そうですね、お願いしますよ、もう本当そうなったら。いやいやいや、もういやちょっと諦めずにちょっと頑張りたいっすけどね、はい、頑張ります。ドリームをお願いします。ドリーム、はいはい、本当に。だけどもう今日も時間です。わー、次回はニューヨークが選ぶカープ歴代ベスト9になります。いや知らないですよ俺、マジで。誰でもいいです。誰でもいいなんて、そんなそうは言っても。いやいやいや、本当に本日の動画は以上です。最終、最後それか、熱い話とか。